耳から学ぶセイクレッドスター理論編第39章ヒーリングのメカニズムを知るバイトート危機物語。最近精神世界や心理学分野でヒーリングということがよく言われるようになりました。また最近は癒し系という言葉も当たり前に使われるようになり、ヒーリングも市民権を得たようです。アロマテラピーや温泉療法、気功、カラーセラピー、風水などヒーリングの手法はたくさんあります。ヒーリングを大きな視点で捉えた場合、私たちが住んでいる地球だけでなく宇宙全体がヒーリングの対象となります。太陽、金星、土星、月などから来るエネルギー、そして占星学で言われる星座配置の関係など、私たちがいつも宇宙からの影響を受けて生きている証拠と言えるでしょう。さらにそれは太陽系空間だけでなく銀河系からも私たちは癒されています。天空には88星座があり、それらの星座にも癒されています。それぞれの星から来る特殊なエネルギー、これもヒーリングのエネルギーです。そしてもっともっと大きく銀河を寄せ集めたグレートウォールと呼ばれる大宇宙、そこからもヒーリングのエネルギーが流れております。それは想像を絶するくらいの宇宙のバランス機構でもあり、宇宙のバランスを取るためには宇宙自らヒーリングを行っています。それを愛と表現しても良いと思います。愛の表現としてエネルギーバランスを取る、それこそがヒーリングの本当の意味です。まずはヒーリングが行われるにはヒーリングのメカニズムを知らなくてはなりません。次にヒーリングの原理を考えてみましょう。エネルギー原理から見た場合、エネルギーの種類を大別すると2つあります。1つはエネルギーの次元を象徴する縦のエネルギー、2つ目は感情、本能が作り出す横のエネルギーです。それぞれを次元として捉えると、縦の次元、横の次元の2つに分けられます。縦と横を交差させると十字が出来上がります。十字の交差点をゼロと仮定しますと、縦、横、どちらにもプラスの次元、マイナスの次元が出来上がります。縦エネルギーにもプラス、マイナスが発生し、横エネルギーにもプラス、マイナスが発生いたします。これが実際には二重螺旋構造でエネルギーの流れが起こります。一つは右回り、もう一つは左回りです。縦、横の流れにもそれぞれ右、左の回転エネルギー流が起こります。エネルギーの中心はゼロポイントから流れてきますが、人の体、意識を通過した時から極性を持ってまいります。人の体と意識の次元の交差したところにエネルギーの湧き出しが起こります。この交差点次第でポジティブ作用、ネガティブ作用が起こってくるわけです。ちょうど私たちも DNA の構造と同じであり、東洋医学でいう陰の経絡、陽の経絡とも同じです。すべて螺旋のエネルギー流の中で私たちは生かされているのです。そしてこのエネルギーも細分化されていき、2の N 乗個のエネルギー流が発生していきます。これを他を、または駅でいう無から対極、陽義、師匠、八家、六重四家という表現と同じなのです。無数に発生したエネルギー流がそれぞれの次元を生じて、またそれぞれの次元の波と次元の波が交差して複雑なフラクタルパターンを形成していきます。そのパターンは雪の結晶のように、カレードスコープのように美しく調和された自然の美そのものなのです。このようにエネルギーは幾何学パターン化した結晶構造をなし、自然界の摂理、原理そのものを表現しているのです。それが私たちの体と意識に反応して
さらに複雑な非線形のエネルギー構造を持つようになってゆきます。ヒーリングとは、ここでヒーリングとは何を指して言うのかを定義いたします。プラスマイナスも人として生きる上で電気的磁気的相互作用として必要不可欠なものです。それは電気 N と S、 男性女性など全てがペアをなす自然の構造からお分かりいただけるように、生命を維持するには必要なものなのです。この二極性の中にアンバランスが生じたとき、私たちの意識や体に異常が発生するのです。たとえネガティブであってもポジティブであっても、過剰に極性を持ったときから様々な問題が生まれてきます。ハイになりすぎにも覚醒異常が起こりますし、ダウンになりすぎでも異常な鬱状態が起こるのです。ここにヒーリングの必要性があるのです。すべてにバランスを保ち、安定した状態で生きていくこと、これがヒーリングの必要性を訴える意味でもあります。エネルギーバランスは宇宙のバランスでもあり、すべてにおいてもバランスなのです。そのバランスをいかにして保っていくかということが、これからうまくよりよく生きていくために必要なのです。ヒーリングとはバランスをとってその状態を保つことなのです。これらの作用をエネルギーのメカニズムに従って行えるならば、さまざまな問題が解決されてくるのです。ゼロポイントがエネルギーの得意点となり、体を通過したとき、プラスマイナスの極性を生じる。ヒーリングとはこれらのバランスをゼロポイントへと近づけることにあります。